今日の企画は何でしょうか、はい、今日は初心に立ち返りまして、クールとは何ぞやというところをご紹介していきたいなと。はい、そこなんですよ。そこですか <laughs> 僕もよくわかんないんですよね <laughs> <laughs>、えー。ええ。こちらは、はい、愛知県春日井市にあります、はい、クールプレミアム名古屋店のショールームなんですけど、はい。はい、お店ですね、ここね。お店なんですよ。はい。ここはですね。 クール今、ただいま全国に7店舗、はい、店舗を展開してるんですけども、2>, はい、2番目にできた店舗ですから。それよく言うじゃないですか。ええ。7店舗あるって。はいはい、何の店舗が7店舗あるのかっていうことなんですよ。<laughs> なるほど。それをちょっとこの間のオートサロンでも、はい。よく質問いただきまして。そうなんですよね。それでこの動画作ってみようということで。そうで,ね、そうですね。何をやってるんですか何を売ってるんですかっていうお問い合わせが意外に多かったんですよね。ということで、クールは何を売っているのかと言いますと、まずは、 車でございます。ズバリそのまま、はい。車屋さんですね。そうなんですよ。うん、こちらは新車、中古車、両方とも販売をしてるんですけども。ということで、ええ、このお店も、今の販売店ってことですよね、はい。そうなんですよ。まあ見ていただいた通り、カスタムした車は並べてあるんですが、はい。全部売り物なんですけども、はい。プライスボード等はかかっていないと。東京サロンの時も、ええ、車いっぱい並べてますけど、はいはい。 プライスボードとか一切ないじゃないですかないんですよねなぜかあれ何なんですかあれ買えるんですよね車全部全部買えますよ全部あの車両そのまま買えるんですよね買えます買えますでも値段は掲げてないですよね実はですねこれあの僕のちょっとしたこだわりがありまして創業当時からプライスボード一切掲げてないんですよあ、そうなんですかそうなんですよそれ何のこだわりなんですか何だったっすかね それれも忘れた <laughs> いやいやいや、はい、車の販売をしてると言いましても、はい、売ってる車は、フルカスタムカーなんですよ。あそれはもう間違いないですね。間違いないですね。はいまあ、もちろんあの、ノーマルのお車も販売はさせていただくんですけども、はい、メインとしてはやっぱりフルカスタムしたお車を並べてるっていうところなので、はい、かっこよく展示したいじゃないですか。だからプライスボードがあると、あ<ー>ちょっとなんかこう、なんていうの、夢,夢から覚める <laughs> <laughs> 売りたい感 はい,は,いは,いはい。が出るかなっていうところがあって。ですんで、あえてプライスボードは掲げずに、通りがかりのお客様がですね、多分何屋さんかは分からないと思うんです。カスタムカーが並んでるなっていう認識ぐらいしか多分ないのかなっていう感じはしますよね。はい。ただこれで11年やってまいりましたんで。なるほど。はい。ノープライスボードで。はい。はい。 まあただ、あの、中古車の店舗が1店舗はございます。クールカーザア愛知ですね。こちらは中古車に特化した店舗ってことなので、はい、プライスボードは掲げております。ということで、ええ。ま、店舗もしっかり、オートサロンとかのショーでもしっかり、基本的にはクールは車の販売店ってことですね。そうですね。車の販売がメインで、はい。そして、オリジナルのエアロパーツ、うんうん、こちらを開発して、製造して販売してる。 そしてオリジナルのホイール、こちらも開発して販売してる。それ、オリジナル作る理由ってなんかあるんですかそれはありますね、当たり前じゃないですか、<laughs> やっぱり、あるんですねオリジナルじゃないとっていうところで、はい、やっぱりあの、ね、世の中、たくさん車が走ってるじゃないですか、はい、その中で、やっぱり自分だけのものであったりとか、自分がかっこいいと思う車、はい、こういった車に乗りたいっていう要望はたくさんあると思うんですよね。はい、その中のの中選択肢の一つとしててクールっていう、はい 車、カスタムカーを作りたいと。まあもちろん車ごと作ることはできないもんですから、はい、まずは外装を大胆に変えれるようにエアロパーツをオリジナルで展開して、ノーマルの車とは差別化をしたいと。オリジナリティを出したいと。クールの車を乗っていただきたいという思いで、まあオリジナルのエアロパーツであったりホイールをご用意していると。 まあ、つまり、クールっていうスタイルに乗るっていう感じですね。そうですね。クールというスタイルの車に乗ると。それがいわゆる、はい。コンプリートカーって言われるやつってことですね。そうですね。クールコンプリートカーみたいな。はい、まあ。コンプリートっていうのは、いわゆる完成車ってことですね。そうですね。クール仕様の完成車ってことですね。そうです、そうです、そうです。世の中、いっぱい車があるじゃないですか。で、新型車が出たら、やっぱりクールのパーツを開発して、<laughs> そしてその新型車に装着して、はい、そしてクールコンプリートカーとして、皆さんに車ごと ご購入いいいただけるよううに販売をしていくとということなんで先ほどどれぐらいラインナップがあるか数えたんですけど、はい、クールのエアロパーツが110車種分ってことですかえっと車種は、はい、例えばもうアルファードの後期だったら7シリーズ出てたりとかするので車種が110車種っていうわけじゃないんですけども、はい、エアロパーツのシリーズが110ありました。 つまりコンプリート車も110車種分作れるということですよね。ういうことですよね。そこから選択できるんです。ですんで、中古車ベース、新車ベース、どちらもできますから、1>, はい、1個前のモデルが良かったなっていう方の場合は、クールの、クールスタイルのカスタムカー、中古車で、コンプリートカーとしてご用意することもできると。じゃあちょっと、ええ、そのコンプリートカー、はい、どういった種類があるのか、はい、ま今、後ろに車4台ありますけど、ええ、まちょっと見ていきましょうか。いきましょうかはいはい じゃあね、一番奥からいきましょうか、はい、こちらね、新型 GR86 ベースの、はい、まあこちら新車のコンプリートカーなんですけど、はい、これは<え>バンパーも変わって、はい、フェンダーも変わって、そうですね、ワイドボディ化してますからね、こう横見ると、ホイールも変わっていそうですね、バンパー、フェンダー、そしてこのサイドステップから、このリアフェンダー。はい そしてウイングであったりまたリアのバンパーそしてマフラーが変わっているということでノーマルからかなり劇的イメージチェーンができるという感じになっているんですね。はいはい、そしてまあこのね車幅ワイドボディを新車でご購入いただいて3年間の車検も取れるとフル購入をさせていただいてという形で販売をさせていただくので安心して新車としてご購入いただけると。 そしてですねこちらの車両はエアーサスペンションついてます、エアフォースさんの。はいはい、そういう風うに、まあ、車庫調であったりとかエアサスであったりとか、うん、あるいはノーマルのサスペンションのままでの販売もできますので、はい、お好みに合わせてもうこういうベたベたに低い車庫を、公認を取らせていただいて販売をさせていただくこともできますし、まあ、車庫調であったりとかエアサスであったりとか、うん、あるいはノーマルのサスペンションのままでの販売もできますので、お好みに合わせてもうこういう。 ベベタベタに低い車高を公認を取らせていただいて販売をさせていただくこともできますしそしてこのエアロパーツなんですけど、はい、まあ実はあの3ブランド今展開してますこれはクールレーシングブランドってことで、はい、まあ最も過激ラインですねうーん、はい、なるほどですのでこういうワイドボディであったりバンパーエアロ、はい、こういったもので過激に仕上げているのがクールレーシングブランドコンプリートカーの中でも、ええ、クールレーシングブランドははい 過激ではい、スポーティーで、はいはい、バンパーエアロってわけでもないんですよねそうですねハーフエアロとかかなり派手系のものはクールレーシングブランドからのリリースになってますスポーティーで派手に攻めたい人は、はい、そうですねクールレーシングブランドがおすすめと、はい、そうなりますねいうことなんですねはい。そしてこちら真ん中こちらね、うん、クルーズっていうブランドになりますはい。このクルーズっていうブランドはクールレーシングブランドに比べて 非常にシンプルここまで過激じゃなくてもいいよとでもさりげなくスタイリッシュに乗りたいという方向けのエアロパーツに <laughs> この車でいうとどこが変わってるんですか、はい、これがね結構細かくパーツアイテムがたくさんありまして、はい、例えばこのディフューザーですねこの薄型、はい、これ1枚入ってるんですよバンパーの下に、はい、そしてこのね実はメッキを隠してます <laughs> この辺りですねずーっとこう貼り付け系のパーツでイメチェンをすると、はい、ちょっとシンプルな感じで仕上げると、はい、そしてね 例えばこれはオーバーフェンダーがついてまして9ミ、はい、リワイドのねんん車幅変更のいらないサイズなんですけど、はい、これアーチを 15mm 下げてこれ車高調でローダウンしてるんですけどかなり落ちて見えるみたいねうそういう、まあ、視覚的な効果出しながら、はい、まあこのサイドステップこれもシンプルですよねはい、はい、でリアもフェンダーが入って、まあ、後ろに回るとですねウイングであったりとか、はい、そしてこのバンパーの下につける ディフューザーっていうね、エアロパーツですね、薄型の。こういった仕様で、かなりシンプルめに抑えたテイストで乗っていただけるという感じですすねね、はいまあ、ホイールも変わってるんです、ね、そうですね、ホイールの方は、このベルズの DDR シリーズの20インチを今入れてて、はい、でコンプリートカーのタイヤはすべて、ファルケンさんの FK510、はい、もしくはオフロード系タイヤだと、ダンロップさんのグラントレックを標準設定と。うんうんはい させててもらっいるという感じですね、まあ、全体的に、ええ、まあ純正のスタイルを生かしたまま、はい、カスタムコンプリート化にしてるって感じですかね。そ,うですねそれがクルーズブランドの流れになるかなという形になるので、うん、GR86 なんかはクルーズブランドクールレーシングどちらも設定ありますのでもう南西、あのー、シリーズは110種類 <laughs> そしてホイールは23種類ございますのでこれ価格帯的にも、はいね、クールレーシングとクルーズだったら、はい、クルーズの方が 安めになるんですかね、うん、そうですね、やっぱりあのエアロパーツがシンプルに抑えてるっていうところもあって、はい、クルーズブランドの方が比較的価格帯もお安くなる。で、はい、続きましてこちらはそうですね、こちらはですね今年の東京オートサロンでデビューさせていただいた、またさらなるニューブランド、はい、ブラーバというブランドになるんですけど、ブラーバこれですね、こちらはもうクールレーシング以上に原型をとどめないと。はい もうノーマルカーが何かわからないぐらい変えてしまえというまあボディキットも前から横後ろまですべてこう装着されてるって形になるんで何この車っていうような感じで乗りたい方もう車種も変わっちゃってるぐらいの勢いのカスタムがお好みの方はこれが ドンピシャとそうですねので、例えば向こうは GR86 ベース、ボクシーベースみたいな感じで、原車のノーマルカーがね、うん、ベースがもちろん分かる、うん、それに対してのカスタムというイメージなんですけど、うんはい、このブラーバに関しては、ブラーバという車に乗っていただくと、はい、っていうさらにイメージがこう、ね、クールの車に乗るというスタイルに近づけると。クールとしてはじゃあ、クー、はいええ、ルレーシングとクルーズはクールカスタム。 クールカスタムカーっていうイメージですけど、はいはい、ブラーバに関しては、はいはい、クールっていう自動車メーカー感を出していきたいみたいな出していきたいですねなるほど、はい、もちろんあのベースはトヨタさんのラブ4を使わせていただいてるんですけども、はい、まあこういう形でちょっとチャレンジをさせていただいたとじゃあこれゆくゆくはブラーバってもしかしたら、はい、一から車を作る可能性もまあ作りたいんですけどねあそうなんですか、はい、誰か手伝ってもらえないですかね <laughs> ブラーバそれぐらいのの意気込みの そうです車もともとクールを創業した当時からなんとか車作りたいと勝手に思ってまして一から一からおおなるほどというところで徐々に徐々にこうね近づいていきたいなと思ってますというとこなんで一応このブラーバどういう状態になってるか見ていきましょうかいきましょうかカスタムっていう状態じゃないですもんねもうねそうですねもうボンネットそしてバンパーグリルもう全部変わってますねヘッドライトだけ ノーマル残しております、はいはい、そしてこの辺りも、まあ、ドアは純正残してるんですけども、はい、このドアパネルであったりサイドパネルですね <laughs> まあこういったものを交換したり、えー、装着することでかなりイメージがサイドの方も変わっていくとはい、はい、そしてこのバンパーなんかも、ね、交換されてまして、はい、このれもじゃあもうこのまま新車で買えるってことですよね、ええ、そうですね 中古車ベースもしくは新車ベース、どちらでも製作が可能ですと。はい、もうご納車急ぎ出ると、はい、今、新車納期、まだだいぶかかりますし、んんラブ4の場合、ハイブリッドがね、まだオーダーが今、ストップしてるという状況なので、はい、まあそういった方で早く乗りたいなという方は、中古車ベースで製作可能ですし。ちなみに、後ろのデリカは、あれは何のシリーズですか、はい、こちらはクールレーシングブランドですね。確かにちょっと過激といえば、過激,でしょ過激なフェンダーが。はい ちょっと9ミリワイドの車幅変更のいらないフェンダーだったりとか、はい、それからボンネットが変わってるとか <laughs>、はいまあ、こういう形でかなり過激に振ったテイストなんでクールレーシングですね。と、はい、いうことで、ええ、これでだいたいクールが何のお店かはい、はい、何を売ってるのかっていうのが、はい、分かっていただけたかなと思うんですけども肝心のコンプリートカーの魅力というか。はいええええ メリットというか、それをちょっと教えてもらいたいなと思います。なるほど、それメリットはたくさんあるんですよね。ありますね。じゃあ、ちょっとその話、いきましょうか。いきましょうか。ということで、えコンプリートカーの魅力を。はい。教えてもらいたいんですけど。なるほど。その前に、さっきずっと手に持ってたの。あの、何も僕突っ込まずに。そうなのよ。一応。何持ってたんですか。こちらですね。はい。エアロパーツカタログと。はい。 それからこちらがホイールカタログということで、はい、はいまあ、こっちらはクールブランドのエアロパーツですね、はいまあ、クルーズも含みの、まあ、カタログと言いながら、ですね、はい、写真集になっちゃいました、はい、もうあの110種類あるので、この QR を読み込んでいただいて、ですね、はいまあ、価格等を調べていただくという感じのこのカタログの状態では価格とかも一切載ってないですね、ええ、載ってないですなね <laughs> そうなんですよ。 いやいや以前はちゃんとしたカタログがありましたけども今もうこういう形でコンパクトにまとめさせていただいたとえこれ1 1 0車種乗ってるんですか乗ってますよえすごいですね逆に一部ねちょっと漏れてるのがありますんでさっき数えた108種類だったかなはいありますからええでこっちはこっちはですねこのベルズホイールっていうのがクールオリジナルホイールのブランドなんですけどはい まあ、このベルズホイールのカタログですね、こちらはね、結構あの、かなり細かく、こういうふうにサイズスペックまで、えーいはい、しっかり出てますんで、こっちは逆にめっちゃ細かいですね。<laughs> いや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 、こういう感じで <laughs>、はいはい、実はもうこんなにシリーズありますから、はいはい、ベルズホイールもですねで、ちょっと見たい方は店舗の方にね、はい、来ていただければ置いてありますんで、もしくは大阪オートメッセ2023で、はいはい、配りますので。そうなんですね、はい もらえるんです、ね、これねそうですね来ていただければという感じですねということで本題のコンプリートカーの魅力なんですけどもそうですね魅力たくさんあるんですね当たり前じゃないですかはい <laughs> めちゃめちゃありますよまあからいってきましょうかめちゃめちゃありますよ一からな何まであるか分かんないですけど一からいってきましょうじゃあまずねコンプリートカーの魅力からなんですけどやっぱりこれだけ車たくさん世の中走ってるじゃないですかまあその中でまあ自分スタイルじゃないんですけどね <laughs> せっっかくだったら人と違う、 スタイルの車に乗りたいとか、はい、うん、まあ、そういった方には。まあ、最高の購入のシステムなんじゃないのかなと思ってます。僕もだからマイカーはクールコンプリート。はい、ずっと乗ってきてますから。<laughs> そりゃそうでしょうね。う <laughs> これで乗ってなかったらびっくりしますけど、ね。いやいや、もうクールコンプリート乗ってますからね。はい。はい。まあ、ちなみに僕も、えクールコンプリート乗ってますけど、ええ、そうじゃないですか。はい。どうですか。これは、はい、いいのか悪いのかわかんないですけど。はい。 目立つことは間違いないです。目立ちますか目立ちます。なるほど。そして、場合によっては、うん、話しかけられます。<laughs> <laughs> そこまで、え、カメラマンさんの GTR ですかって話しかけられるんですかいや、そうじゃないんですよ。結構、普通に、はい、この車、どこで改造してるのとか、そういう、うん、なんか、車好きの方に話しかけられますね。あそういうことね。確かにね、そういうのは多いですよね。それがまあ、クールコンプリートかあるあるじゃないですけど、まあ、話しかけられたり、写真撮られたり、はい、それを魅力と感じてもらえるかどうかがまず第一ってことですね。<laughs> なるほど <laughs> でそののコンプリーートカーの、うん 購入システム自体も魅力があるってことです、ね、そうですすねねそうまずはあのパッケージングされているので、まあ、例えばノーマルの車、はい、グレードがあって、そこに対してエアロパーツが装着されて、はい、そしてサスペンションが装着されて、そしてホイールがインストールされる、はい、場合によってはマフラーであったりとかナビ、フロアマットなんかもパッケージングされて、うん、いくらですよっていう形のコンプリートプライスになってるんですねそれが丸ごと1台のプライスですねそうなんですよ、車両本体価格なんです。はい はい、でお値引きが40万から車両によっては80万という形で、はい、かなりお値引き率も大きいと、まあ、パッケージングでまとまって分かりやすくって、完成した状態でご購入できるけども、なおかつお得にご購入できるっていうのもコンプリートカーのメリットですねそコンプリートカーだと価格が安くなるっていうのは、割引率、はい、値引きができるっていうのは、なんでなんですかね。 まあ最近ちょっと値引きの少ないお車も増えてきましたけども、はい、基本的に新車の場合値引きがあったりするじゃないですか、はいうん、だからその新車の値引きももちろん大きいですしそれから作業が一気にできるっていうところがありましてエアロパーツの製造塗装それから取り付け作業ですねこれを自社でまとめて一台に対してや,るやれると工賃であったりとかコストですね、はい、製造コストこの辺りを 落とすことができるんですよですね、ので、まあ、コンプリートカーこの車種のこのシリーズはだいたい月版何台ぐらい販売できるっていうところがあるのでそれに合わせて製造をしていくわけですねそれに対して例えばお車をね、ディーラーさんで買われて、はい、持ち込みでそしてクールでカスタマイズをするっていうお客さんも非常に多いんですねそれはもう一から車とは別にってことですね、はい、そうですね車を買うのとは別に、はい、車は自分で持ち込んで、ええ で後からカスタムでそうですね、はい、まあそういったお客様も本当、大歓迎で非常にありがたいので、ぜひぜひ来ていただきたいんですけども、はい、価格的なメリットで言いますと、まあ、どうしてもあの車もいろいろ多種多様に渡ってますんで、はい、オーダーいただいてから製造する。 い<あ>いう形にななってきますすのででみたいな感じですねそうなんですよ、はいはい、そうするとどうしてもあの値引きしづらいとい,というところがありますので、はい、ホイールなんかでも、ね、やっぱりかなりパッケージングというかシリーズも多いものですから、はいはい、そのお客様の依頼を受けてご依頼を受けてカスタマイズはさせていただくことはできるんですけどもどうしても車の方の値引きができなかったりとか、うん、コスト面をちょっと下げることが難しいという形になるので。 ちょっと割高になっってしまうとちょっと分かりやすく言えば、ええ、コンプリートカーの状態だと、製品とかもライン製造してるみたいな感じですかね。そうで、すねで、はい、後からカスタムでパーツを頼んでいくと、はい、まあ受注生産みたいな感じになっちゃうんで、はい、コストにちょっと差が出ちゃうそうなんですよということなんですよね。塗装なんかでもねあの、同じ色で、ざっとこう何台もまとめて塗った方がいいじゃないですか、まあ、そういったところでもあの価格に反映させていただいてると。 ってことは、ええ、その車を新車とか中古車で買った時に、うんうん、納車する段階でもカスタムがされてるってことですよねそうなんですよねそこは結構大きくてですね僕自身が20代の時に車大好きでまだクール創業前ですけども、うん、車をいろいろなショップさんに持ち込んで、はい、足回りやっていただいたり、うん、それからエンジンのチューニングしていただいたり、はい、っていうことをいろいろやってたんですけど、はい やっっぱり支支払払いいがですすねこちる <laughs> そしてこっちにもお支払いするという形になってしまって当然車のローンもありますということでまあいわゆるローン地獄みたいになるじゃないですか。<laughs> そうですねでももっともっとやりたかったんですよも、はい、もっっっととやってすごい車を作りたかったんだけどやっぱり資金的にきつかったという結果になってしまったんでだったら最初からフルパッケージングで自分の思いがままの カスタマイズをしてそして全てオートローンでまとめてお支払いをしていくっていうことができればこれ自分のね、えー、望みかなうんじゃないかとそういうのがありまして、はいはい、このコンプリートカーの販売システムっていいなと。 いう,ふうに思ってるんですよってことは、はい、納車時にカスタムされてることは当然ですけど、えーえー、さっき言ったオートローン、パーツも車、えー、も全部、1本のローンにできるってことなんです,かそうですね。オートローンの方がパーツローンよりも金利がお安いっていうところもありますし、はい、はい、それから何個もこうローンがあると、エアロは入れれたけど、足回りとホイールは入れれなかったと。 それだと乗っててもなんかこう満足度が低くいっていうかね、はいはい、あもっとやりたいなみたいな感じになるじゃないですかそれに対して完成しているものに対してお金を支払っていくとそれとですね、はい、あの金利的な違いも大きいんですけど支払い回数ですねオートローンは120回、はい、10年までいきますいきますね、はい、そしてパーツローンは5年がマックスとパーツだけ買った場合ということですね 10年に分けて支払いするのか、5年に分けて支払いするのかっていうところでも、月々の支払い金額には差が出てくるという感じですねあこれコンプリートカーだと、はい、パーツであろうと、ええ、オートローンなんで120回までいけるとかそういうことですね、クールスタイルのお車をご購入いただくという形になりますから、120回払いできますんで。それは回数とか、ええ 二重ローンとかのことを考えると、コンプリートのローンで組んだ方が払いやすいってことですね。で、あと、車買った後に、ここを改造して、あそこを改造してってやってると、それ、いちいち車預けなきゃいけないってことですもんね。そうなんですよ。それがコンプリートとかだと一切ないってことですね、そうですね納車の段階で完成してるから。先ほど僕も20代の時に、いろんな車屋さんに車を預けてですね、乗れない期間、やっぱりありました。 それ結構大きいですよね。そうなんですよ。買ったはいいけど、綺麗のうち半分乗ってないとか、そうなんですよ。あるあるですもんねん。あるんですね。だからですんで、はい、コンプリートカーの場合は、まあ新車がね、えー、届くまではちょっとお待ちいただかなくちゃいけないですけども、はい、はい、届いてから製作をしてごの車という形になるんで、車を預けるってことはないですよね。それとですね、はい、あのコンプリートカーのメリットなんですけど。 皆さんね下取り結構ご心配されるケース多いんですよ。まあ、カスタマイズしてるので下取りが安いんじゃないかとかねあ純正じゃないからですねそうですいわゆる減点になるんじゃないかって思われる方が結構多いんですよね。はい、そこ心配されてると思いますけども <laughs> 実は非常に下取り査定がいいんですよカスタムしてるとカスタムしてると特にクールコンプリートカーは。 本当ですか？めちゃくちゃ頑張りますよ。本当ですか？本当あ本当ですよ。<laughs> <laughs> 本当にはい、何で,、はい、ですか？正直言いますと、はい、下取りさせていただいた車店頭に並べて、はい、再度中古車として販売をさせていただくんですけども、はい、すぐに売れます。 クールコンプリーートが、はい、クールで例えば新車を買って新車コンプリートとかを買って、ええええ、クールで下取りに出すと、はい、その車を欲しいって人が、はい、クールのお店にたくさんいるってことですねそうなので,すよで,すんで、まあ、今だと新車は納期がかかるんで即、はい、納できるお車を探して見える方も見えますしそれから、まあ、新車の金額はちょっと高い割高に感じられて、はい、お得な、まあ、フルオプションがついてるねうん、うん、中古車を探して見える方もめちゃくちゃたくさんいます。 ですので、すぐに買い手が見つかると、実は10年でオートローンを組まれますけども、はい、3年ぐらい乗られて、ですねそして高いうちに売ってしまって、うん、そしてまた新しいクールのコンプリートカーをご購入いただくという方も非常に多いんですよ。はい、あ120回ローンを組んだからといって、ええ 払いいいいるまででで乗らなななきゃゃけけってわけじすすね。すね。そ、ま、う、あ、人気のあるクールのコンプリートとか乗っていただいている場合は、はい、オートローンの追い金ですね、はい、こちらがなくても乗り換えができるようにうーんあの車取りを頑張らせていただいてますんでクール的には、はい、仕入れた車がすぐ売れるってことは、はい、高く買い取れるってことなんですねそうですねそれとですね、はい、クールのコンプリートとかをご購入いただくお客様、はい、非常に丁寧に 実は車乗ってていただきましてあそうですか、はい、やっぱり、ね、すごく車を大事に乗っていただける方が多くて<ー>ものすごくありがたいんですけど、はい、もうあの手直しそれほどすることなく、はい、そのまま販売させていただけるケースが多いんですよ。あなるほどもう土足とかねもうタバコは吸っていないとか。 割とこと週1洗車していただいてたりとかね、はい、ものすごく車をこう大事に乗っていただいてるんで、まあ、例えばボディに傷があったりとしたら、はい、コストをかけてきれいに直してですね、はい、販売させていただくかっていう形になってくると思うんですけど、なるほどそこの部分を何もしなくていいよということであれば、はい、やっぱりね、下取り価格も高く取れますし、うーんそれから次、ご購入いただける方も喜んでいただけると魅力ばっかりですけど、はいはい、でも心配なのもありますよ。うん やっぱり保証の面とかカスタムしてるからどうなっちゃうのかなとか、はいまあ、例えば、新車の補償って3年とか5年ありますよね、はい、こちらの方に関しては補償を適用となります、ただし、ですね例えばサスペンションを車庫帳に変えている、うん、エアサスに変えているっていうことに関しては、はい、自動車メーカーさんの補償は対象外となりますその部分はですね、その代わり、クールの方で補償をつけさせていただくことができます。 そそうなんですね、はい、そのカスタムパーン部分に関して例えばブリッツさんの車庫帳だったら保証がありますしエアホースさんのエアサスも保証がございますとうんそれとですね、はい、この保証のプランを充実させていきたいと思ってるんです実は、まあ、皆さんに安心してご購入いただけるように、はい、あの購入時に保証プランパッケージングですねエアサスの 保証をもう少し延長するであったりとか、はい、車庫調の保証を延長するであったりとかね、うん、まあこういったものを検討してますんで、まあ、点検もメンテナンスパックみたいなのもありますんで、はいはい、それを利用していただければ、定期点検もお得に、あるいはオイル交換なんかもお得に受けていただけますからね、はいまあ、基本的にクール全店でメンテナンスとかできるんですよね、ええ、そうですね。 必ずピットの方が常設されてますんで、定期点検とかね、お申し込みいただければと。で、実際、実際その店舗は今、どこにどういう展開するんですかそうですね。一応このカタログ、ちょっと見ていただくとですね。カタログには載ってるんですね。載ってますね。ここも QR、ここも QR コードだらけですけど。じゃあ、このカタログ順に行きましょうか。クール大阪ですね。それからクール埼玉。そしてクール栃木。そしてクール福岡。 そして、愛知県に実は4店舗あります。クール名古屋。そしてクールプレミアム名古屋。中古車センターとしてクールカーズ愛知。一応クールという店舗が7店舗ですね。それから愛知県の豊明市にキッズレーシングという、まあ、ハイエースであったりとかハードなカスタムを専門に扱っている店舗もございますので、できれば今後ですね、もっともっと全国に店舗が増やせればと。 いうふうに思ってますんで、これ店舗が近くにない場合でも購入はできるんですかね。そうですね。近隣に店舗がないっていう場合は、うん、実はオンラインで簡単にスマホでお見積もりが取れます。そしてそのままオーダーまで行けます。オーダーまでできるってことは、はい、買えるってことですね。買えますね。<あ>はい、コンプリートが買えちゃうってことですね。買えちゃいますね。このスマホであの簡単に、はい、まあこれクールのメインのウェブサイトですね。はい、クールハイフォンジャパンドットコムと。 いうサイトになるんですけど、コンプリートカー、こちらラインナップ、こちら、これを。タップしていただければ、コンプリートカーのシリーズが。どこですか?。はい、ここですね。ちっちゃいですね。はい。いや、あの、百十種類ございますんで。あの、こういうふうに。ずらずらずら。ずらずらずら。はい、並んでき、参りますよ。はい。いう感じになってるんですね。はい。はい。で、まあ、ちょっと好きな、こう、車を。 これ選んでいただくじゃないですか？そうするとコンプリートカーのこのシリーズがこう出てくるんですよ。これははい、コンプリートカーのシリーズ分けなんですね、はい。そうですね。コンプリートカーのシリーズが何があるかっていうのを分けると、例えばこれと上からクルーズそうですね。このブランドマークついてますんで、はい、クルーズクールレーシングと<あ>まあこういう形であ。じゃクールレーシングがはい。4パターンあってクルーズが。 一パターンあるそうですね。G.R. 八六に関そうです。あ、こういうふうになるんですね。はい、なりますこ。これじゃあ例えば他の写真見ていいですか。他の写真ですか。何がいいですか。じゃちょっと下の方に行ってもらって。はい。このホンダステッパーを見てもらっていい。あ、これいいですか。はい。ホンダステップワゴン、新しい新新型ステップワゴンですね。そうするとこちらワンシリーズのみなんですよ。これの場合はクールレーシングブランドはないってことですね。そうですね。これで四百二十五万円でこう出てますよね。はい。これが車両本体価格。 コンプリートカーの価格ですねこの状態でといことですねそうですねカスタムして、はい、さらに詳しく見るということでこの詳しく見るをタップしていただくと、はい、ここにですね装着しているオプションが記載されていますコンプリートカーの中に含まれているオプションパーツですね。はい、ですね装着オプションが 万円いてますとちなみにお値引き額が39万7390円あって425万円という形になってますね。そしてさらにですね、ここからグレードを変更したり、ボディカラー変更したり、オプションを追加していくっていう方のために、このお見積もりシミュレーション、これをタップしていただきますと、このステップアゴンと、このクールワンのっていうオンラインのオーダーシステムですね。 そのシステムに飛びますので、じゃあこのまま先進んでいくと。はいはい、いろいろシミュレーションしつつ。そうですね。進んでいくと、はい、最終的にオーダーまでいけます。いけるってことなんですねいす、はい。そしてオーダーしていただくと。え二三日以内に。 営業マンから連絡が入りますそこでさらに詳細を見つめて正式にオーダーをしていただくという形になりますのでじゃあ近くに店舗のない方は、はい、この方法を使ってそうですねその際の納車とかってどうなるんですかこのオーダーシステムの中で、はい、ご自宅へ納車、はい、もしくは店頭に引き取りに来ていただいての納車2パターンから選んでいただくことができますそしててただお車が届くくわけでではなくてですね、はい クールの配送スタッフがお届けに直接上がりますので、はい、積載車であ。そうなんですか、はい、ですので、車の操作説明等はしっかりさせていただきますその配送業者さんとかにお願いするとかじゃなくてそうなんですよ、クールっていうのは、できる限り自社ですべて完結させたいというところがありますので、はい、外部の陸送業者さんを使うことはまずないですね。ええー、そうなんですか。はい極端な 沖縄とかも納車できるんですか、はい、できます。でクールのスタッフさんが行ってくれるんですかそうですね、その場合ですと、営業マンが飛行機で行って、はい、そして車は陸送屋さんに、陸運局かなんかに届けていただいて、そこで受け取りをして、はい、そしてスタッフがご自宅まで行かせていただくみたいなパターンもあります、ね、なるほど、まあはい、途中経過は、重、ええまあ、送林さん使う場合もあるけど、ええ、最終的に、最終フィニッシュはもうクールのスタッフから手渡されると。はい、そうですね 離島の場合はどうしてもそうなるケースありますけれども、<え>はい、青森から鹿児島まではすべて自社の積載車で運びますから。えーはい、自走で行くってことですか、積載車の自走ね、はい、で行かせていただきますんで、それ行ったことあるんですか、僕ですか、はいはい、オープン当時は僕しかいなかったので、日本全国走り回ってました。<laughs> 積載車でじゃあその気持ちがその精神が残っているということですね残したいですね、やっぱりね、今でもただ、お車をお届けするだけじゃなくて、やっぱりしっかりと説明をさせていただいて、不安な要素をなくせるようにという形でやっておりますので、それとですね、クールとクルーズのエアロパーツブランドに関しては、このクールワンオンラインオーダーシステムを使っていただくんですけど、このブラーバに関しては別サイトになっております。でですの このクールのウェブサイトのトップ、ここですね、ピックアップのところにブラーバーページ、はい、ピックアップで飛べるようになってますんで、はいうん、こちらの方入っていただくと、まあ、ブラーバーのコンプリートカーと出てくるんですけど、このブラーバー1っていう、こちらをですねタップしていただきますと、ブラーバー専用のオンラインオーダーシステムにつながりますんで、ブラーバーはこちらの方を利用していただくと。じゃあ、全国どこでもこちらのブラーバー、ええ、はい、乗れるとすねことですね。と、ね、いう感じですか。 そそううでですすねねコンプリート化魅力はクールとは何ぞやという説明がご説明が少しできたかなということで最後になるんですけど、えーうん、クールコンプリートか身近に感じれるイベントがあるんですね、はい、ありますね、はい、大阪オートメッセ2023 2 0 2 2 3月の10日金曜日から12日の日曜日まで3日間にわたりまして、はい、インテックス大阪の方で開催されるんですよねそこに このブラーバーバも含めてデモカー10代<台>はい展示させていただきますんで今までで一番多いですか大阪オートメッセの中では一番多いですね多いですよねはいブース規模も最大となってまあっそうですかそして相変わらずプライスボードは貼らないと<お>い <laughs> <laughs> でも、ええ、大阪オートメッセでも車の購入はできるってことですかそうです、ね 大商談会を開催させていただきますので大小段階なんですねコンプリートカーをご購入いただいた方にはオプションを10万円分サービスさせていただくとそれからエアロパーツホイールこちらのご購入でエアロパーツ15%オフそしてホイールが20%から30%オフの割引セールもやらせていただくのと、はい、それからパーツをご購入いただいた方は36回払いまで金利手数料は クール負担でやらせていただきますので、金利手数料無料でパーツがご購入いただけるというような代償段階、やらせていただきますのでじゃあ、コンプリートカーを買うなら、2月の10日、11、12ですね、はい、この3日間ですね、インテックス大阪の方に来ていただけると嬉しいですね。そしてですね、この2月の10日から12日までの3日間ですね、クールの全国店舗ですね、はい、各店舗でも同じ代償段階をさせていただきますんで。 はい、大阪まではちょっと行けないよという方はですね。ぜひ最寄りのクール店舗の方で商談をしていただけると嬉しいです。あと、なんか大阪オートメッセはい。2023はい、クールブース行ったらなんか得点とかないんですか？またですか？<laughs> <laughs> まあまずこのカタログの方ですね。はいはい、はい、もちろんお渡しできます。はい、それからブラーバブースの方でアンケートをご記入いただければ、フライトタグはい、クールブラーバのフライトタグもしくはですね。 カカラララビビナナででですすすすすねえ、そそううななんんんかか、はい、ブラーバカラビナをお渡しるると、はい、そんな作ってるんですか間に合うはずです <laughs> 僕も知らないぐらいですから、<laughs> 相当ギリギリのスケジュールだと思うんですけど、一生懸命やってるんですけど、フライトタグですね、はい、大阪オートメッセまで足りる予定でいたんですけども、はい、オートサロンでかなりお配りいたしまして、ちょっと大阪分が多少足りないという感じになってしまったんで、そうなんですか急遽フライトタグは間に合わないので、カラビナの方を。 用意してますんでなるほどそしたらフライトタグの数が今少ない状況なんですねフライトタグが少ないですこれはちょっと早いの勝ちになっちゃう可能性ありますねそうですねまあどちらかを選んでいただくっていう形になりますけどねなるほどなるほどちょっとしたらカラビナの方がたくさん出ればフライトタグが残るかもしれないですなるほどなるほどそれかねブラーバーグッズそれからアパレルなんかもありますんでお車パーツですねご購入いただいたら 両方差し上げますよ <laughs> ということで本日は「クールとは何ぞや」というところをベースにコンプリートカーのお得なポイントメリットですねご紹介させていただきました <laughs> ありがとうございました。